波動拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本よしきです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、待ちに待ったモンスターハンターナウのリアルイベントの件でですね、ちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、いけないですマレーシアに住んどかなきゃいけない日数とか計算してですね、めちゃくちゃ行きたかったんですけど、僕ちょっと行く権利をなくしましたということでですね、申し込みもしてませんし、もちろんその場で僕と会うこともできません。なんかひたすら羨ましいですってことなんですけど、モンスターハンターナウカーニバル2024 in 渋谷、2024年の10月12日と13日土曜日と日曜日だかな、朝9時から夕方18時までってことでですね、リアルイベント初らしいですね。初のイベントをするそうですってことでですね、内容がね発表されてるんですけど、めちゃくちゃ豪華ですね。もう皆さんこう応募されてる方がほとんどだと思いますけども、だから先着順なんですね。でネルギガンテっていうのがですね、先行実装されます。他ね、新モンスター2体ってが先行で実装されますということでですね、どのくらいの期間先行なのかちょっとわかんないですけど、なんかむちゃくちゃ今回のイベントよくできてて、僕的にはですね、この期間の間にネルギガンテさん、かなりの方が完成させてしまうんじゃないかなと、武器完成させてしまうんじゃないかなと思うほど優秀なイベントになってます。まあ前回ちょっとまあイベント、リアルイベントじゃなかったですけど、980円で2日間玉見つめ、めちゃくちゃ湧きますせみたいなのをやってくれて、まあいろいろな大連続がその時も何ですか、課金しない無料で入り続けますよとかいろいろやってたんですけど、大体そんな感じですね。でそれにプラス、まあほぼ同じなんですけど、大型モンスターの再出現も前回の980円の時と同じでですね、30分に短縮するんですよ。まあ一番最初このゲームがリリースされたことは3時間に1回再出現だったんですよ。今は1時間に1回になって神対応ですねって言われてるんですけど、これが30分に1回になります。これね、よしあしで、あそこおるから目的地まで歩いていこうと思ってる間に30分経過してしまうというですね弱点があって、チャリンコで移動してる人にはもう問題ないと思うんですけど、徒歩でやってるとですね、意外とこの30分の間にモンスター狩りに行くのはしんどい。なので移動をあんまりこう頑張れない、控えてしまうみたいなところがあるかもしれません。当日雨が降ってなくってカンカン照りでなければいいんですけどとは思ってます。そうでないと結構苦労する人がいるんじゃなかろうかと僕は思ってます。あとですね、散歩玉使ってる状態になってます。アクセスできる範囲っていうんですか、半径どっちも一緒か、1.5 倍になるんですよ。この間のイベントの時もそうだったんですけど、その時も 1.5 倍、これねむちゃくちゃいいですから、輪っかが大きくなるってこんなにいいやなっていうのをですね実感できると思います。まあもちろんそのお散歩玉とかお散歩玉ショーとかっていうのと併用することはできないです。こんな大きくなっちゃいますからね、できないんですけど、 1.5 倍になってるとかですね、とってもよくって、あんまり遠くまで歩かんでも30分に1回は帰ることを思うとですね、モンスターと戦ったり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 繰り返せるんじゃなかろうかと思ってます。絶対忘れたかんのは充電器ですよ。皆さん充電器は忘れずに行ってください。 できたら、まあ、間に合うかもしれんけど、携帯電話も型の新しいのに変えていくとですね、熱暴走がなかったりして、いや大事なところで画面フリーズしたみたいなことはないと思います。で、古竜迎撃戦と大連続狩猟の待ち時間っていうんですか、今回0秒となってますんで、狩りをして終わったらすぐ次のその輪っかの中入ってるとこ行ってまた渡れますみたいなので、これ30分はやっぱ短いと思いますけど、フルフルでサービスしてくれてる結果だと思います。ちょっとね早足でやってますけども、あと最終ポイントの台の復活時間も普段3時間なのかな、それが30分になってるそうなんで、自分の決めたエリア、渋谷のここのとこですっていうのを決めたら、くる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 ってこう一周30分のルート決めてしまうと、その間にずっとこう鉱石拾いたいとか骨拾いたいとか植物拾いたいとかって決めてしまえばですね、そこのところの決められたルートでぐる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 回るので遊べるようになってると思います。基本報酬って言われている一番上にこう4つぐらい並ぶと思うんですけど、その左2つ目が2倍になってます。ここ出ると美味しいんですよ。これ恩恵はあんまり受けたことがないですけど、あそこに2個2個出るとたまらんねということがその期間だけ起きます。あと古竜迎撃戦でクシャールとテオが出ると思うんですけど、その枠がですね2倍になるんです。まあそのマップ上に2倍出るんだよってことで、これはめちゃくちゃ嬉しいですよね。ちなみに僕はクシャールもテオも完成してないです。
全然足りてないです。クシャルの方も皆さん結構揃いましたって方が多かったんですけど、僕がやったオフ会とかだと多かったんですけど、僕はレア3も4も5も6も掛け 1.5 をしないと全然間に合いません。テオに関してはレア6は3回しか出てない、まあ挑戦してる数が圧倒的に少ない、よく言ってますけど、個人の話をするとポイントがやたらと少なくって狩りに行く機会がほぼないので、ちょっとしんどいかなと思ってますけど、まあそれが約2倍出ますってことで、周りにいるハンター方もですね、猛者揃いだと思いますんで、かなりの確率で野良でやって苦しいんですみたいなことはなく、ひたすら狩り続けられるんじゃなかろうかと思ってます。本当羨ましいです。で、まあ、イベントの報酬してですね、ネルギガンテの素材がもらえますとか、渋谷の限定メダルがもらえますとか、限定の飾り木をもらえますとか、ギルドカードの背景がオリジナル、まあ、限定かこの日だけになりますみたいなものが用意されているようですっていうのと、参加チケットはですね、なんとたったの3000円ということですね。これたったのって言ってるかとかちょっと僕わかんないですけど、まあ、僕的にはたったの3000円でこんなに楽しいイベントに参加できるんだ、お祭りだ、わっしょいよーっていう感じなんですね。これ渋谷の方限定でやられるんですよ。でめちゃくちゃショックだったです。さっきも言いましたけど、僕出れないんですよね、参加できないんで、めちゃくちゃ辛いと思ってたんですけど、なんとですね、後日世界でも同じことやってくれますみたいな話が出てて、これ本当かどうかはわかんないですけど、多分そうです。僕らは2100円やったかな、ちょっとマレーシアの端っこの方に住んでますけど、同じことができます。ただこう期間がね結構空くんです、間が。で、そんなに空くってことは、意味はちょっと僕は理解できてないんですけども、なんか特別、こう渋谷の特別感みたいなのを出したかったんだろうなと思いつつも、やれるんだったら続けてやってほしかったなっていう素直な感想を持ってます。ってことでですね、今日はモンスターハンターナウカーニバル2024 in 渋谷ってことでですね、僕はちょっと参加できないんですけども、初めてのリアルイベントを開催してくれますってことですね、ナイアンティックさんにはですね、大変感謝しております。すっごい盛り上がってると思いますんで、大きな事故がないことを祈っております。皆さん、奮ってご参加ください。では、また会いましょう。バイバイ。